白石ありさです。今日は大川市にやってきました。皆さん、大川といえばそうです、家具の街でございます。今日はですね、こちらのじゃじゃじゃーん、久美子で有名な木下木芸にありたんが今から取材に行ってきたいと思います。ちょっと見てください、入り口から久美子の、これはなんて言うんだろう、久美子のドアなのかな、すごくないですか、もうこんにちは。こんにちは。お、スリッパ履いてください。はい。ちょっとスリッパ忘れました。あの木下木芸の木下さんですかね。はい。よろしくお願いします。まず組子って何ってとこからちょっと詳しく、ね、はい。端的に言うと、はい、うちの家の家です。え、そうなんですか。建具の技法の一つで、はい、まあ、装飾にあさる部分なんですけど、ちっちゃいパーツをいろんな角度に削りながら合わせていって、その柄を織りなすのが組子細工ですね。組子の種類自体300以上ありまして、その中からこういろんな柄の組み合わせで一つのこうものを作っていくっていうですね。はい、ちょうどもう8年前なんですけど、この後ろにこれ7つ星プル七島新九州っていうですね、これ列車の中に使っていただいたおかげで、この組子っていう言葉自体も皆さんにこう知っていただけるようになりました。もう組子列車って言っていいぐらいね、はい、電車の中にもう至る所にあってですね、いや、高級感すごくあったかみがあって、ちなみに木下さんが組子を始めるきっかけって何だったんですか。あのうちの父が建具屋ですね、はい、組子じゃなくて障子とかドアを作る会社をやってまして、私そこの次男坊なんですよね。まあ、建具屋しか知らなくて、ちっちゃいとくらい親父の背中見てきてますんでですね、で栃木県の鹿沼市っていうその建具の産地に高校卒業してすぐに越智高校に、いわゆる住み込みの小僧ですね、そこに3年で、それからそこで初めて本格的な組子を見てですね、から宅に職人になって、それからまた6年長いですね、はい、帰ってきて、もうそこから自分の会社を始めてちょうど30年あ、30年、はい、ちょうどなんか記念すべきぴったりな、おめでとうございます。実際の、はい、あの作品ってちょっと、これちょっと見るからに壊れそうでしょ。そうですね、うん、優しく優しく、あ、わかりました。そう、大丈夫ですか。え、ちょっとそんなこと言ったら怖いですね、大丈夫ですか。で、そのまま手にグリグリグリって力入れてみる。壊れませんか。めっちゃしっかりしてません。この厚みの板よりは強度で出ると思います。しかもめっちゃ軽いです。だってこうやってもいいぐらい。これどうやって作ってるんですか。これもう一つ一つのパーツを全部作っていって組み合わせていきます。この基本になるもの、まず正三角形をこれ一本で組むんですけど、このこれを地組みのなっていうんですけど、地組みの中の三角形に寸法を合わせたやつをずっと作っていきます。手作りですか。もちろんです、もちろんです。こんな綺麗にできるもんなんですか。できないとかな。これ木下さんのこう素手でというか手で。もちろんです、もちろんです、もちろんです。これ神の手ですよ、皆さん。光ってません、なんか画面上に。これだけです。突っ込みづらいって。大丈夫ですか。あと組子って光とものすごく相性がいいんですよ。あ、どうぞここ取り上げてください。第二の世界が。開けてみてください。現実ですか。ちょっとすごいですよ。ただのランプです。折れちゃうんですよ、はい、ただここにはまってこうしっかり押し合うことによって
本当に強くなります。もうなんかミリ単位の世界。いやもうそうですね、ミリ1ミリは誤差なんですよ。1ミリが誤差 0.01 ミリ刻みでやってますから。うわ、これこそでも本当プロの世界ですね。0.01 がまずどれくらいかわかんないぐらいですかね。してもなんかこの影もいいですね、やっぱ。はぁ、ランプもちゃんと手で動かしてもらうとどれぐらい影が出てるかわかるんですけど、大体1回目ですね。また揺れるのもいいですね、はい、なんかあれですね、落ち着きますね。あー、いいですね、ありがとうございます。いやそれは嬉しいです。あったかい感じがしますね、こっちの部屋だけ。もちろん温度変わらないんですけどね。やっぱなんかね、こう、ついたあったかいみたいな気持ちになれて、ね、今取り組んでるのがシャンデリアを。え、クリコのシャンデリアですか。でシャンデリアが下がるの天井じゃないですか。ですね、ものすごい重いんですよ、ガラスですから。なんか落ちたら怖いみたいなイメージ。なくなりますよね、はい、うちのシャンデリアは木ですから、片手で持てるぐらい軽いんです。すごい。落ちても開いたで終わるんですよ。うちの照明は影ですから、天井にこう、猫の柄が出るような形で今、いろいろ考えています。じゃあ、この天井一面に広がるって感じですね、この、この柄が。ありがとうございます。とんでもないです。じゃあ、私はここに座りたいと思いますので、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。また来ます。はい。ありがとうございました。